はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイラインライブ配信始めていきましょう。今回もいつも通り、Twitch で配信を行っています。Twitch アカウントフォロー、ぜひお願いします。Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント please。そして、YouTube にアーカイブアップロードいたします。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。 This live archive YouTube upload 2 days after my YouTube チャンネル Subscribe do and good button please。ツイッター、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひアクセスお願いします。アカウントフォロー、いいね、そしてリポストお願いします。ツイッター X マイアカウントフォロー&チャットコメント、&リポスト&グッドボタンプリーズ。では、こちら始めていきましょう。今回は、まあ、高速道路がいろいろあるんだけど、どうしようかな。ここ商業地帯なんだ。住宅地を作らないといけないんだけど、まあ、住宅地だな、ここはな。住宅地。で、どうしようかな。まあ、一応は、道路を作ってっていうことをやればいいとは思う。気になるのが、そうだよな。これ傾斜があるからな。こんな感じで、まあ問題はここだよな。こんな感じで。谷あいをこう下るように作らないといけない。川がな、結構近いからな。川が。こんな感じかな。で、まずは、で、公園でも作っとかないとな。大きい遊びはでかいな。
まあ小さい遊び場でいいんだよな。ああでもこっちでよかった。こっちでよかったよな。こっちだな。こっちを作って。で。まあ、こうだよな、さすがに。で、ここは、これ、こう、こう。あ、こうじゃないわ。こっち、こっち。こう来ましょう。で、あとは、ここら辺を住宅地をパーって置いて、公園どこだ？公園、ここだ。あ、公園じゃないわ、ここ。公園は、どこだ？公園は、ここら辺に置いた方がいいんだな。公園は、とにかく人口をまず増やさないとね。公園を、こんな感じか。4つだからな。ドッグパーク。うん。で、これはまあこうだよな。電力は、ちょっと待った、電力な、あ、ちゃんと原発になってるよな。ゴミ焼却炉か。はあ、止まってないが、これ石炭発電所なんだ。じゃあ、ちょっと待って、アップグレードしないと。もったいない。石炭発電所は、なんか、置いたら。ああ、しかし、原発置いたら、これ足りないんだ。だと入らないんで、こうか。こうすることでまあまあ OK だよな。ストップ。ここで、そう。そうだよな。で、この辺かな？
あ、でも、ここだと2車線ぐらいしたいよね。え？距離が短すぎます。形状が向こうですって、なんで？いますってなんだ。直線にしないといけない。こんな感じかな。で、あとは、こんな感じで、結構なやばいよなこれ。これ何？え、なんで？なんで平坦？か、線路か。
長い回しよう。いや。どうなる？あ、ダメだ。なんか知らんけど。平らにしたいだけだが、これで なんかおかしいな。もうちょっとこっちかな。こんな感じで。で、こんな感じかな。ここは、ここの、モノレールだよな。作って、で、これを、高架にするんだ。こんな感じで。で、ここを1回落として、こんな感じかな。
で、こんな感じで、こんな感じかな。橋渡って、そうすることで、じゃあ、どうしよう、ここを片側2車線にしてもいいか。で、そしてここからどう接続するかだよな、問題は。まあでもここ下くぐった上で多分、インターチェンジ作って接続するのがいいかもしれない。あとはでも状況によってはこの辺にポンプ場とか作らないといけないからな。そう考えると1個開けといた方がいいですよね。これで、間違えた。でもこれつなげちゃおう。で、これはここにつないで、細かい設備としては何か欲しいよな。学校とかあった方がいいのかな。小学校はあれやもんな。大学がご覧の通りやから、高等教育でも高等教育率はちょっと高いんだよな。小学校とか増やす必要もないしな。高等教育率 42% やったらまあそんなもんだろうとしか言いようがないし、まあもうちょっと待つかな。待つか。で、あとはここだな。なんかたくさん作っちゃったけど。90% だろう。おかしいな。まあいいか。
で、一応そうだな、いるよね。で、そうだ、水を作らないと水不足になっちゃうよね。まあでも普通に考えて工場こんな感じじゃないの？までなんやけど、次ぐらいまでなんだろうな。あとはこれよ、ここよ。え、ここって住宅地があるよね。だからモノレールの駅を作らないとダメだろうな。これ何？モノレール路線か。大通り町のモノレール駅。あれ？作り方が難しい。そうだな。こんな感じか。あ、違う違う。感じですね。で、こうなるとこうなるからこんな感じか。もうぐらいまでやな。で、
方でこうかな。いやまだわからんな、ここもしかしたらなんか作るかもしれない。で、あと水だ。下を通って、通らせて。こんな感じかな。こうかな。あ、違う。病院かな。ああ、病院ここ建てると結構建設がやばいな、建設費とかが。こんな感じかな。とりあえず消防署がそんなにないんだよな。そこで消防本部を建てる。方がいいかな。うん、で、まあ、当然ごとここだろうな。こっちはもうちょっと待とうと言いつつ、
どんな感じなんかな。反対にしたいんだが、反対なんだよな。傾斜は急すぎますって言われてる。つまり、そうなんだよな。つまり、傾斜急すぎるよな、さすがに。鳴らさないと。鳴らしたい。で、じゃあ、じゃあ、こうだ、こうか。まあ、こうだ。
こうでもして、とこうか、こんな感じかな。こんな感じだな。うん。で、悩むな。まあ、こうかな。山だからな。そうだ、これを。こうか。で、こんな感じか。吊り橋があるからな。これで、こう来て、で、こんな感じで。
それか、ここのまでだとまだダメで。こんな感じかな。で、あと信号だ。信号は信号がいるはずだが、あーでも。まあ、ここはいらないよな。こんな感じか。インターチェンジ。あとは水だ。水はだんだ。大丈夫。で、あ、そうだ、これ降りるってことは、それだけここ工業地帯にしないといけないよねってなる。ただしここは当然商業、中間は商業地帯というとこやな。で、ここは商業地帯か。まあこうだろうな。じゃあ一応はここはどうするかわからない。ひょっとしたら、もしかしたらあれを建てるかもしれない。浄水道を。浄水道ね、浄水道1個建ててもいいかも。88なんで浄水道1個建ててもいいよね。ということで、じゃあ浄水道を1個増やしましょう。ポンプ場、これって、あ、そうだ、これ上流の方へからなんだ。取れる？あ、で一応これ何かな。こうすると、上下水道の、取水量がほぼ一緒になる。この状態で、ちょっと減らせばいいってことになるな。ゴミはどうだろう。ゴミは全然大丈夫だな、今のところ。 2% ずつ減らしていこう。結構ゴミはね、
れになるって。なんか変な音する。これが水力発電所音かな。あとモノレールですね。モノレールを一駅延長しないといけないです。これです。なんだよ。あれ確かこれ自動で多分これ昼しか運行しないからじゃないの。そうかな。昼しか運行しないから、多分。昼にならないと自動運行のあれが出ないんだ。すごいなここ。とりあえず高速、つまり高速道路、ここまはここまで延長できたってことだな。なあ、来ない。ああそうだ、工業地帯が問題だな。焼却炉を作っとかないといけないね。焼
着炉を あとそう、鉄道だよ。鉄道がこっち側に行かないと鉄道が伸びないんだが、微妙に水がつながってない、水路が。まあ廃棄物をギリギリだ、 1% ぐらい廃棄物上げとこう。走ってる？ここはまだ 走らないのはしゃあないけど、なんだ俺、なんかすごいことなってる、やばい。どうなる？あ、ちょっとやばいな、これは。まっすぐ行って。こんな感じか。モノレールをルートも、あ、ダメだな、モノレールをルートが単線になっちゃってるや。だから引き直さないと。だからモノレールをルートを再度引き直す。嘘だろ、でもなんかうまくいかないな。で、モノレールの路線だけど、車両数はまだ2か。それこうなってます。ページ路線、え、全然人乗ってないじゃないか。
人乗ってない。なんかモノレールはこれ鉄道か。全然乗ってくれないや。でもなんで乗客数がゼロなんだ。知名度が低い。まだその動線になってないってとこですかね、モノレールの。ここがこうなってこうなってんのか。ここはこうか。ちなみに警察がラストがここで、消防のラストが、消防欲しいよな、もうちょっと。消防のちょっと危険度が上がってる。こうかな。雪？面白いことか。あれなんだこの先。これは道路を接続する必要があるらしい。こういうことか。
よくわからんが、こんなのがある。レクリエーション施設か。これ道路だよな。材料がない言われてる。材料がないんじゃなくて売って売り物がないんだったっけ。どっちだ。店舗がない。こっちは店舗がない。店舗を作れ。あんまり黒字になってないのが辛いよな。5万4000人で人口は増えてるんだけど、こうかな。で、間違えた。で、そうだ、ジャンクション作らないとね。
そうなんだよな。つまり、ああでも、昼になってからちょっと道作ろう。結構飼ってるね。これは嬉しい。今日何日だ？12日か。人の数だよな。しかも雷も大変になってるし。天気さえ良くなればなっていうのはある。特にここね、ここはなるべくこういうふうにせずに平らにはしたいよな。
で、当然のごとく、ここだ。ここがまだなあれなんだよな。だからこんな感じで、でこうなると、つまり線量を抑えてるとか書いてるし、そうか、これ多分つまり、まあこうなってるんだけど、これだとどうなる？あ、ダメだ、これ。多分。あ、しまったか。いや、ちょっと待った。全部。どうやって撤去するんだったっけ。
や難しいな、ここ接続が結構なんだな。こうか？多分ほぼ近い。あ、でも違うわ。これあれ範囲を指定して消すって方法ってあったと思うんだけど、どうするんだっけ？まあでも、難しいな、これ。そして山だからな。ちょっと ちょっとこっちへ行っちゃうしな。悩むな。だいぶ近い。つまり、
まあこんな感じだろうな。でもってこんな感じですね。で、まあ一応は、ここまで立てたんだけど、インターをつくとこ一応は分かりにくい。まあこうだよな。で、
まあ普通に考えたらこうだけど、どうなってんだこれ。感じかな。こんな感じかな。で、出た。Thank you.
とりあえずここまでは作った。感じかな。あ、だいぶでもあのこっちのあの道路もあの増えてきたな。一旦セーブ。これで高速道路がつまり連結するようになったってことか。で、
感じかな。モーダルシフトどこまで敷くかだよな。これどうやって船でも来るんかな。あれ？ああ違うわ。なんだこの廃棄物の余裕とかは。まあでも何かおかしくない？ちょっとセル量が減ってる？でも特に吸えないわけでもないしな。
逆に。こんな感じかな。つまり足がもう1本や2本増えたことになるのか。断然でも高速道路の行き来が多いよな。これを見る限り。真ん中何もないにもかかわらず、こっちの道が通ってるってことは、それだけ需要が大きいってことだからな。まあすごいよね。じゃないの？で、こっちで。それだけ。あれだからな。あら？なんか。
だらかにする。こういうことか。じゃあ、感じかな。ここはこうかもしれない。こうじゃないかな。
ちょっと微妙に変えていきます。こんな感じかな。なんかトンネルの上がなんかすごい住宅地になってる感じです。学校でも小学校でも一つ作っとこう。あと公園だな、公園も作っとかないと。日本庭園、南西庭園、南西庭園は結構維持費がかかる。どうよ、これはなあ、あーいや、こんな感じかな。で、当然のごとくここは葬儀は、うん、なんか不安はあるな。まあでも大丈夫だろう、まだ。ここに置いとこう。ちょっと不安、電力があるとちょっと不安なのか。原発があると安定はするよな。これ何？駅か。駅っていうか地下鉄ですね。これが、あ、でもあまり入った時に大きすぎると、あ、焼却炉だ、焼却炉は何だろう。これ石油発電所か。石油発電所いらないんじゃないの、これ。あ、向こうでもよかったかもね。
とは住宅地だな。住宅地をどこに置けばいいのかが難しい。まあでもここかな。まず一旦ここをこのくらいまで伸ばした上で、当然だろう、これ公園に入れてもいいかも。公園全然ないもんね。あ、日本庭園か。日本庭園いいとは思うが、ちっちゃい公園か。しばらくはちょっと大丈夫そう。商業地帯だろうな、多分。でここインター近いとこを工業にしなあかんから、ここら辺は工業地帯になるだろうし、この辺の川沿いは工業地帯になるだろうし、この辺が商業なるか、それとも工業なるかっていうのはギリギリのとこだな。まあ工業なるのかな。商業と工業の境目あたりかな。すごい渋滞だな。これかいてくした上で、
これなんだ？これなんだろう？あ、知らん。いや、違う違う。に移動しとこう。感じだよな。で、商業エリアか。とりあえず一旦ここ撤去して。大丈夫。渋滞はしてる？渋滞してないな、大丈夫。血だな、むしろ。なあ、ここ車線幅増やしてもいいかもしれない。違うわ。そう、インターチェンジだよな。
で、ここもそうだよな。Thank you.
と。病院ってどうなってる？病院は。なるほどね。こうなってんのか。こっち側みんな工業団地がちょっと広すぎるな。大丈夫だと思うけどな。鉄道か。これモノレールですね。これなんだ、地下鉄か。地下鉄ここまでいらんよな。ここはすごいな、この。ちょっと車線幅広げてもいいかもしれないよね。ここに関しては。
で、そういうことか。石油発電所だ。石油発電所じゃないような気もするが、ちょっと止まっておこう。72分やけど、消費は週、結構週消費するからな。停止してるってここだけか。インターチェンジ近いからな。一応備蓄ウラン量ってないんだ。これは維持費はかかる反面、渋滞を緩和できる効果はあるってことか。確実に、でも ここも疲れてるよな。まあ、結構勝率は高いんでね、それ稼げるのもあるよな。まあ人口として5万6千人いってるんだけど、
問題は結構支出がまだでかい。電力止めてこれだもんな。人口は増えてるけれども収支はなんかプラマイゼロっていう感じで、収入ってどうなってんだ。やっぱり断然あの住宅のも税金で稼がれてる額が多いから、もうちょっとやっぱり住宅で稼げてもいいんじゃない、稼いでもいいんじゃないかなっていう気にはなる。この辺とかな、全部これこうだもんな。まあ、とはいえ高速に近いから、それなら商業で稼げばいいやんっていうのはあるけどね。
全部こうすりゃいいんじゃない。とは思う。まあ、こっちからこう入ってくる車もあるのか。ベスト部品、ベスト電気じゃないよね。
と、これがこうで、こんな感じか。そういえば下通れるんだ。ちょっとインターチェンジの量が多いな。こういうことなってんな。
ということで、はい、ということで、ずっと言い続けてきたけど、3時間近くになるのでここでお別れしたいと思います。次回、BGV でも流していってますのでぜひ見てください。今こんな感じですね。まだまだ全然拡張できてない感じなんで、まあ、つまり裏を返せば拡張の余地がまだまだあるってことですね。次回お楽しみに。今回 Twitch で配信を行いました。 Twitch のアカウントフォローお願いいたします。 Twitch マイアカウントフォロープリーズ。 YouTube マイチャンネルアカウント、YouTube This Live Archive Upload Two Days AfterYouTube マイチャンネルサブスクライブド、ムービーグッドボタンプリーズ。YouTube、チャンネル登録、高評価お願いします。2日後に、この動画のアップロード YouTube に上げますのでぜひ
見てください。またツイッター X のアカウントを持っております。ぜひ、ご訪問、そして、アカウントのフォローお願いいたします。そして、ツイッター X のアカウントフォロー、動画のリポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウントフォロー&グッドボタン&リポストプリーズということで、シティーズスカイライン遊んでいきました。まだまだ拡張のうちはどんどんありますので、ぜひ、お楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。